お姉ちゃんバラシリーズ15周年2004年の第1作から15年の月日を経て復活、原点のエピソードに新しい解釈を加えて送るのがこのお姉ちゃんバラオリジンよ。ということで、私はアヤ、イミチの一族を継ぐ剣の達人、そして狩猟ハンター。ちょっと待て、自己紹介が15年前と少し違うぞ。そうかしら。何私の名前はアヤ、ちょっと変わった女の子よ。って何よ、それは黒歴史だな。それにしても15年も経つんだ。お肌の潤い減ってんじゃないか。そうかしら、15年も経っていろいろ進歩してるのよ。逆に潤ってるんじゃないかしら。あなたもでしょ、サキ。そう、私はサキ、姉アヤの妹だ。そしてアヤを憎む敵だったこともある。詳しくは各自調査だね、お姉ちゃん。そんな可愛い妹ちゃんのビフォアがこちら。何、私はそんなに変わってないぞ。これはなかなかの別人ね。うるさい、だいたいお姉ちゃんと二人が良かったのに。そういうお前は一体誰なんだよ。私の名前はレイ、謎の情報屋とでも言っておこうかしら。邪魔者め。一つ言っていい、あなたのポジション昔はレイコって人じゃなかったかしら。さあ、私は私、関係ないし。レイ、お前は大体がキャラごと変わってるんだよ。マジそうなの？てかそもそもみんな中の人が違うというか。おい、そこは触れるなよ。まあ15年経っていろんな変化を楽しむってことで、どうか一つよろしく。ともあれ、ここは狩猟がバッコする世界。そこで私たち姉妹が刃を交えることになる。こうしてみると狩猟の姿形も結構変わってるわね。昔のこいつはこんなだもんね。うわ、黒。うわ、どいつもこいつも黒いな。特にこいつ。ちょっとサキ、それ私たちのお父さんよ。え、嘘でしょ。というか、あんたがあんな風に改造してたわよ。うん、記憶が。今回晴れて人型のおぼろさん登場ね。まあいろいろと変わったけど、戦いの爽快さは健在よ。うん、いろんな進化を遂げてるんだよね、お姉ちゃん。これがクールコンビネーション。タイミングよく連続攻撃で狩猟どもをぶった切る爽快感だよね、お姉ちゃん。さらにイミチ族の代名詞、暴走ってか。返り血を浴びることで汚れが溜まって暴走状態に突入だ。レイ、お前もぶっ倒すぞ。おほう、こわ。暴走状態だと倒し方が変わる敵もいるみたいだね。まだまだこれからよ。究極戦闘形態、ボーガ。暴走しながら攻撃し続けることでボーガに突入でしょ、お姉ちゃん。こうして見ていると本当にあなたたち姉妹の血が欲しくなるわ。そしてこれが私たちの真の敵、エヴァ。物語はいよいよクライマックスへ向かうんだね、お姉ちゃん。そうね。さらに立ちはだかる謎の強敵。15年前に明かされなかった事実が白日のもとにさらされるらしいじゃない。それにしても15年って長いな。633で12年だから幼稚園児が大学生になるってことだぞ。サキちゃんの頭だと大学は厳しくない？うるさいぞお前、ぶっ殺すぞ。しかもなんか今チラッと映ったぞ、お前の仕業だろ。そっくりでしょ。あれ私か、私なのか。確実にぶっ殺す。まあまあ、とりあえずこの場でいさかいはやめて、私たちの原点にして集大成へ向けてみんなで突っ走るよ。情報屋のレイからとっておきの情報をあなたに。デジタル賛成の方にはこんな特典よ。プレオーダーか、かなりお得だな。まずはこちら通常版。私ほどピンクが似合う女はいないってね。そうだね、さすがお姉ちゃん。デラックスでラグジュアリーな参戦だとこちら。私だってたまには着替えたいぞ。追加コンテンツも魅力的ね。伝統のパッケージ参戦する方はこちら。初回製造分限定の封入特典はもちろん、店舗別特典もバラエティ豊かよ。
どれもゾンビ抹殺がさらにはかどりそうだな。途中で死ぬと真実までたどり着けないわよ。当たり前だ、私は死なない。お姉ちゃんバラオリジン。15年目にしていざ原点へ。